視界に回っている忍者激アツな電撃移籍へ。インテルでのフランチェスコ・アチェルビの将来は危機に瀕しており、クラブの夢の守備陣の後任は、現バイエルミュンヘン選手のキム・ミンジェだ。ライカにも獲得を試みる予定だ。経由単価が出た一途。バイエルンで序列下がってるし、ちょっとバレてきたからイタリア帰ってこい。イタリアでは大活躍してたんだし、めっちゃいいんじゃない？バイエルンから貸していただけるならミンジェよりもデリフトがいいけどね、直通じゃないしいいでしょ。ミンジェにとってもナポリにとっても移籍しない方が良かった。エリック・ダイアーの加入で序列が低下し、矢印これだけでもう面白い。ダイアーってあのダイアーだよな。ミンジェ、プレミアでは絶対無理やん。ミンジェ兄さんは何も悪くないよ、悪いのはバイエルンだよ。身体能力は確かに高いけど、相方がフォローかカバーが上手い選手じゃないと穴が生まれるタイプで、特に判断のところでよくわからないミスが多い。インテルって富安も狙ってたよね。